パトライトアイの藤井です。7月から新たにリリースします無線製品 WIO 型を紹介します。この製品は Bluetooth で通信を行い、離れた遠隔地にあるトーチの状態を離れた事務所などで遠隔で放置するために使っていただく製品です。タイの大きな工場の中で非常に有効に使っていただける製品かと思いますので、ぜひよろしくお願いします。